お、サンデー復活したか。どうもどうも、おかげさまで。よかったな、ラスプーチンのようだ。ん？ラスプーチンってのはな、帝政ロシアの末期に実在した怪人僧侶で、何度殺されてもその度に復活したという伝説を持っているんだ。起立。こんにちは。サンデーの顔見に来ました。人気者なんですね。あ、いたたた。猫の爪って伸縮自在なんだよね。きっと命の恩人だって分かってるんだろうね。サンデーは3日じゃ恩は忘れないよ。え？それどころかそのうち恩返しするかも。鶴みたいにやりましたよね。国語でツーとヨヒョウ、あれは泣けるね。違いますよ。ただもう後もないんだなって。そうそう、チカ子ちゃん、今日は時間ある？あ、はい。そしたらさ、みんなでサンデーの退院お祝いをやろうよ。いいですね。それじゃ、詳しい話はまた後でね。はい。起立。どうかした？やっぱり病院食はまずかったんだね。サンデーはグルメだから。でも猫って結局肉食性でしょ。
食べられないこともないかもしれないけどね。まあ、病院食の味気なさはわかりますね。そうですね。お店でやろうとすると入店拒否されるかもしれないしね。全身全霊でお祝いします。私は塾に行かなくちゃならないからお任せにするね。私行ってもいいよ。あ、はい、大丈夫です。わかりました。じゃあ買い物は3人ってこと？私も行く。3人だけじゃ心配だし。心配って？だってその中で多少でも料理できるの千尋だけじゃない。多少じゃないよ。とにかくちゃんと計画性を持って買ってこられるかどうかわからないから。余ったらエマちゃんたちで食べれば？冷蔵庫に食材買い置きしたくないの。味が落ちるから。参りました。欠席させてもらう。適当に仮病を使っておくから。その代わりデザートは私にお任せって感じで。食べれなかったらフォアグラみたいに無理やり入れる。けど顔だけ見ようと思って。そんなつもりはないけどね。あんまりのんびりできないからやめておくよ。それじゃまた後でね。もうちょっと愛想よくすればいいのに。はは、京介
リ君は親しき仲にも礼儀ありって言葉知らないね。一種のね。やっぱり微妙に雰囲気が違うね。うん、若い生気にあふれてる。サキュバスとか？そうなの？どうしたの？二人して。なんだ、どうせ京介ちゃんたちの方が下なんだからこっちから行ったのに。霧学は若い学年の方が上になるんだ。なる。若者の足腰を鍛えようって親心かな。関係ないと思うけど。けど実はそうだったりして。1年生はみんなウサギ跳びでいいよ。あれって足腰悪くするんだよね。本当は アナーキーにノーフューチャーだよね。そうそう、授業中ね、何を買うかのリストを考えたよ。授業中は授業を聞かないと。半々だよ。細かい字を書くのの練習？お米に小さな絵を描くっていう中国の現代美術みたい。いやー、いろいろ書こうと思ったらスペースが足りないかなって。というか埋め尽くしたかったんだよね。カズハちゃんの好物もちゃんと入ってるでよ。だけど小豆の缶詰買ってもな。うん。好きだけどね。どら焼きも買うし。うん。おまんじゅうも入ってるし。も予定しているし。いや、いくらなんでもそこまで入らないわよ。京介くん、だし巻き卵好きだったでしょ。卵も入ってるよ。どうだろう。数が多い方が安いよ。ダメね、このリストは。え？エマがそう言ってくれるのを待ってたよ。うっそ。目の付けどころはいいけど量がね。何人前だんみたいな。実際お金が足りないと思うし。それ本当に却下？却下。ひもじい思いしたら3人のせいだからね。
勘だわ。同じく。夕方になると値引きが始まるから。テレビでやってたけど、都会の方では商店街って廃れてきてるらしいね。なんで？大型のスーパーとかができて、そっちに客が流れるんだって。なるほど。ここは変わんないみたいだね、昔からずっと。細かい買い物はスーパーの方がいいかな。それから個別のお店に回りましょう。個別のお店って？お肉屋さんとか八百屋さんとか。もしかして普段からそういうのを利用してるの？うん。マジで職人みたいだね。というか、常連になれば特典がついてくる時があるから。なるほどね。エマの手料理はそんなに美味しいですか？なんとなく。京介くんもなんとなくカズハちゃんつねるといいよ。いや、私は痛いの嫌だもん。だったら人に仕向けるな！いつまで追いかけっこするつもりかしら。あ、こんなところにいたんだ。私はお菓子のコーナーにいたんだけど。結局、小豆も買うことにしたよ。あ、ほら、やっぱしあった方がいろいろと嬉しいかなと思って。おしるこでしょ。おまんじゅうの皮でおまんじゅう、どら焼きの皮でどら焼き、